サッカー J1 アルビレックス新潟は27日鹿島市出身の片淵孝一郎コーチが監督に就任すると発表しました片淵コーチは鹿島西部中学校から佐賀商業高校に進み1998年に当時 JFL だったサガントスに加入しましたハットトリックをマークするなどエースとして活躍しました その後は新潟で1年間プレーして引退新潟の下部組織でコーチや監督を務め今シーズンからトップチームのコーチを務めていました今回吉田達馬監督に代わって指揮を執り15位と低迷するチームの J1 残留を目指します